됐어이. 마다노 오코시오. いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。大事にするわね。お目が高い。いい仕事してるね。お目が高い。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。 またのお越しを。
またのお越しを。お願い。
遅かったな。さあ、フェアリーと女王の命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおうか。お母様！おっと、動かないでもらおうか、アンジェラ王女。何よ、卑怯者！何とでも言うがいい。さあ、剣をもらうぞ。少しでも動いたら、フェアリーや断りの女王の命、ないものと思え。これがマナの剣。なんだ？ほらご覧なさい、あんたみたいな邪悪な心の持ち主は剣の方が嫌だって。いい君よ。マナの剣は使い手の心を映す鏡、善にも悪にも染まる。強大な竜帝様の闇のお力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わろう。やったぞ。これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い、各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。お母様、何すんのよ、約束が違うじゃない。マナの剣をよこせとは言ったが、お前らを助けてやるなどという約束はした覚えがないね。お母様をどうしたの。お母様を返しなさいよ。残念だが、お前たちと遊んでいる暇はないのでね。まあよい、今ここでお前たちを殺さなくても、神獣が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。マナの剣の霊に今しばらく生かしておいて、世界が滅んでいくのを見物させてやろう。あんたのせいじゃないよ。お母様を裏で操り、剣を奪ったのはグレンの魔導士だったんだから。それより神獣が復活しちゃうよ。どうしよう。大変よ。もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。
復活してしまった。でも今はまだ目覚めたばかりで、神獣も8体に分かれている。今ならまだ間に合うかも。神獣が最終形態になる前に一つずつ倒せば望みがあるよ。行きましょう、マナストーンのところへ。この迷宮は相変わらず寒いですね。戻ってきたくなかったです。早く神獣を倒して暖かいところに行きましょう。
と遭遇しないでしょ。
この寒さのせいでアルテナは他国への侵攻を決めたのよね。
といた方が良さそうね。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。大事にするわね。いい仕事してるでち。これ欲しかったんです。また来てくれよにゃ。
せたわね。私たちの双剣に世界の未来がかかっています。この調子でいきましょう。やったね。神獣は時間が経つと覚醒してどんどん強くなるからね。あと7体どこから回るかを考えて進んだ方がいいかもしれないよ。しっかり。
メガスプラッシュよ、気をつけてよ。それでも使いなさい。お願い、こんなもので、ね、メガスプラッシュ、こんなもの、メガスプラッシュ、キャラデッキ。
とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。また来てくれよにゃ。いらっしゃいませ。武器が強くても防具が弱くては戦えませんからね。またお越しください。どこかに神獣がいるんですよね。夜は魔物が活発になる時間帯よ。注意して進みましょう。
まだまだ時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。どこまで続いているんでしょうか。